なんか感じます？え、これ感じない？え？何、霊感強い人がいたらまずい系なの？いや、これ感じない、霊感ある人で、これを感じない人ってただのアホやぞ。はい、アホです。嘘、俺もうダメだ。ああ、裏気になるんだよ。ちょっと首跳ねたかはどうかないけど、そんなことは映らない。うんうんうん、その妖怪すら普通の人間だと思ってるんで。それどこに置いとくの？どっか程よいところに。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。おった、そうだ、 S 級だった。ここもここで、うん、さあ行ってみようか。さあ、首塚大明神、そうそうそう、かの大、あの超有名な酒呑童子の首が埋葬されていると。酒呑童子って何？酒呑童子なんですか？酒呑童子、酒呑童子です。ざっくり言うと妖怪の鬼っているじゃないですか、あれの頭目です。リーダーです。鬼をまとめる存在、鬼の頭。無惨さん。ああ、まあ立ち位置で言うとそんな感じ。うわ、すげえな本当に。まだ入り口も入り口なんだよ。首塚大明神。失礼します、お邪魔します。さっき行きよ。私を生贄にする気だな。あなたが止めてくれないと俺ガンガン行けるよ。行っちゃっていいよ。だから行っとるやん。ライト消してほしかったらいつでも消しますぞ。なんか動物いるな、うん、キュイって言った。さあ、鬼塚に来ました。まあ合ってるっちゃ合ってる。鬼塚で鬼の頭、なんていうの、狩猟の塚だから。無惨様のことやな。まあ違う違う。似たようなもんじゃないかな。でも赤さライト眩しいんですけど。うわ、すげえな。ほんとやな、久々にこんなにオーブン見てもらった俺。すげえな、本当やな。生首見えるね。生首なのかな。本当やな。あれ、これ即撤退案件か。すげえ寒くなってきた。寒くない？あの外気温的な寒さは多分感じてるけど。怖い。俺すげえ今怖い。怖い。うわ、すげえ。いいよ。はい。出てカメラ置きゃ。この辺基盤が斜めなので。これもちょっと置いてくれ。これ夜それ暗いやつ撮れるやつ。撮れないやつ。斜めってるな。いいや。光がないとダメなのか。そうですね。いつも使ってるカメラこれ。いつも使ってるやつ。あ、そうか。
はい、こちら首塚大明神に来ております。笑い事じゃない多分場所なんだろうけど、いかがですか。多分俺がここに立ってるのもまずい。そんなことないと思う。そうですね、まあ受けて首があるかないかって今すぐに今は祀られていません。ほう、掘り起こすもしないだろうけど、なんだ。じゃあまあ土に乾いたんじゃないですか。ああ、でもね、もうね、こっちに向かって喋ってね。はっきり言って怖い、ここは。あ、ん？ん？電気。なんで急に暗くなった？あ、転んだのかライト。あいしょ。ビビるね。うん。映すなって言うんじゃない？なんかこれ以上行く気がないんですけど。それは行かない方がいい気？ゆうくんどうぞ。なんてこったい。お酒持ってきてくるのを忘れました。すいません。すいません。そういえばそうだ、持ってきてないや、うん、すいません、お金がないもんで。主伝道寺という鬼は、あの大吟醸っていう、あの昔の人がよく持ってた平皿みたいなお酒を飲む。あ、倒れた。そんなに落としたくないか。みたいだな。何かいるのは確かない。何かがいる。確かに何かがいるのは確かない。いい三脚買わないとダメかね。あ？いい三脚買わないとダメかね。はい、テイク2。主典道寺という鬼は、あの昔の人がもよく飲んでたような、あの平たいお皿のような大吟醸というお皿を、器、あれ、あれ、シャッターが持っている妖怪でございます。その入れ物はただの水を注ぐだけで、その中に注いだ水が大吟醸、お酒に変わるという、とんでもない酒好きにとってはなんていうの、唯一無二なレアアイテムで、まあそれをいっぱい飲んでたようなお酒好きの妖怪でございますが、妖怪なのか人間なのかわかりません。まあ鬼と言われるぐらいだからね。うん、違う違う違う。何のキャラかわからない。取り憑かれたのかわからないし、キャラなのかわからない。決めつけたらわかるね。あのワンちゃん取り憑かれたかなっていう不安を抱えなきゃいけないんだ。俺ネタがわからないから。怖いっちゃ怖いな俺。あん、こんないいところなのに、うん、まあでも凄さはもうなんか最初の写真で分かったんじゃないかな、オーブがどんだけいるっていうので。多分編集でね、きっといい、いい感じに見せられてることでしょう。あの赤いマントが面白いんだよね。なぜこっちから吹いとるのに横に行くんだって。面白いね。何あれ、触ったら呪われるタイプ。違うやろ。あの真ん中の布。今度来るときお酒持ってこ。ガランガランやるやつか。知らん。うん、失礼します。お邪魔します。失礼します。ライト持ってこないといけない。あなたから一人。怖いね。怖い。すごい、僕の部屋に本当にビビっとる。そのベンチで。そんな悪さをした主典道寺ですけれども、何かがいるのは分かっておりますけど、その何かの返事をください。
分ぐらいか。でもまだ割と遠い気がする、うん、あんまりなんていうの、その幽霊で刺激するようなセリフは言わない方がいいけ。本当帰った方がよろしいですか。ポンも何もしなくなったが、やばい感じ。がもう切れんもん、電池がないのか。すごいな、ここ狭い割には、まあ、祀られてるのか、埋葬あれなのか、埋葬されてるのか、見えるかな、こっちだから。あら、まあ、全然気づかなかった。そう。木が綺麗に割れてるな。だろう、雷落ちたやねんか、これ。今俺が何か幽霊さんに語りかけてさ、うん、反応ってあるの？反応してみ、やってみよう。え、あのこの酒呑童子さんの首を取ったなんていうの、二人の名前は言えるけど少なくとも。あ、そうなの？あの言ってみよう。そうですかって。ていうか蹴った人いねえよ。蹴った人？ここには首なんだろ。首切った人はここじゃないよ。ああ、切った人はね、うん、え、そのなんていうの、自分を殺した相手の名前言われたらイラつかない？言ってみたら。俺知らんもんまあね、あの平家を倒した後のあの源氏ですよ、源の頼光、あと有名な坂田金時、あの金太郎さんです。まさかリカツイダ金太郎が鬼退治にわざわざ、要はこのあとその四天王って呼ばれてる人がいて、うん、金太郎さんその一人なんですけど、その金太郎さんってそもそもおったの？はい、おりました。実はの実在する人物です。あれ、あ、そうなの？はいその四天王と、うん、源の頼光で、あれこの鬼を鬼っていうかこのお酒を飲んで暴れ坊のね、うん、肩を倒しに参ったっていうぐらい。どうなんです、その暴れてる人の映像は1回は見れたんですよね、あなた。いや、だからその妖怪が、妖怪っていうのがこの人だったら普通の人間でしたよ喧嘩したら、なんていうの、あなた勝てる人。俺は勝てんな、酔っ払ったら。よ、でも普通の人だけどな、妖怪なのかな、これ。まあ鬼と言われてるから、なんていうの、そういう暴力的な意味で強い人っていう象徴でしょ。戦国時代の方々と比べてどっちが強い島津さんとかああ、島津さんなんか強いかもしれないな。ああ、そうなんだ、うん、ああ、でもここらで悪さしてるだけっちゃだけだからな、うん、その辺のあるのかな。なんていうか、そういうさ、時代の違うなんていうの、強い人たち。ポトンと言う落としの方、全然喋るのに夢中。あれか、
集中しないんだね。だって分かんないもの。シャリって言うとかし始めてね。おっと、やばいぞ。今この社があるじゃないですか、うん、の反対側にあなたが気になった建物あるじゃないですか、うん、そっちも見たいなって思ってるんですけど、まだ行かないけ。暗くて何も見えねライト消す？うん、少ないな。つつきすぎないうちに帰りますか？あんまりつつきすぎるとよくねえな。ラップ音も聞こえるな。うん、ちらほら聞こえるようになりましたね。絶対しよう。どっから来た俺だ。ここだ。まさかの首を持って帰ることができずに、ここの辺りに埋められて、で、その討伐してきたっていうことだけ、その報告しに帰ったって言われる。気持ち悪い。ステンドウジ様よみがえってください。